ゲームのモブキャラだらけの世界になったら気づくのかドッキリやりましょう。道わからんようになってもうてん、道わからんようになってもうてん、道わからんようになってもうてん、道がわからない、道がわからんようになってもうてん。なんで関西弁なんですか。ないですね。短いですか。ちょっと短いですね。僕が泣きましたみたいな。やばい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 。最近ミュージック、最近 TV、 はい、皆さんこんにちは。最近 TV の最近です。今回はですね、フリーガイという映画が公開されるんですけれども、その PR をデカキンさんと一緒にやらせていただくということになりまして、それにちなんだドッキリデカキンさんに仕掛けていきたいと思います。いいよ。で、今回のそのフリーガイという映画なんですけども、出てくる主人公がゲームのモブキャラなんですよ。そのモブキャラっていうのは何かっていうと、例えば RPG ゲームで言ったら村人とか街にいる住人とか、特にそのメインのキャラではないんだけど、まあ、その辺にたくさんいるキャラクターということです。今回はそのモブキャラドッキリということで、まあ、ウームにモブキャラみたいな人たちがいっぱいいるというドッキリなんですよね。それに気づくかどうかっていうことなんです。ちなみにデカキンさんはですね、今回あのクライアントさんとの打ち合わせ、そしてまあ簡単なコメント撮りということで読んでます。で、今回のドッキリなんですけども、4段階で仕掛けていきます。過去最大級ですね。で、しかも今回はですね、ちゃんとエキストラの方に、来ていただいて、各場面をですね演じていただくようにしてますので、まあクオリティの高いドッキリになるかと思います。それでは、まあ、この後ですね、まあ、クライアントさんと打ち合わせという体になってますので、デカキンさん待ちたいと思います。行ってきます。映画の舞台はゲームの世界です。映画の舞台はゲームの世界です。あ、失礼します。あ、失礼します。よろしくお願いします。お願いします。今回あのフリーガイっていう映画なんですけれども、はい、デッドプールっていう映画のライアン・レイグルさん主演の映画です。はい、はい、有名ですね。もちろん知ってます。ゲームの世界なんですよ。あ、そうなんですね。公開がですね、8月の13日に、もうすぐですね。早いですね。結構早いです。はい、でゲームの世界でそのゲームのモブキャラがこうテーマになってるっていう。はい、そうなんですね。すごいですね。僕もチラッと聞いたんですけど、はい、まあ、デカキンさんもゲームやるじゃないですか。やります。結構最近はもう大人になってからハマってて、結構なんか、はいはい、オンラインゲームのなんかあるあるが出てくるみたいな。面白そうなんですよ。映画の世界、ゲームの世界で、はいはい、あるあるなんですね。そうらしいです。はい、とりあえず、まあ、はい、予告編見ていただきながら、はい、ご説明いたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、My name is Guy, and I live in paradise. I thought I had everything I needed, but then I met her. Put these on. Oh my god! What are these, trick glasses or something? This world, it's a video game. And the guy was... Guy っていう男性主人公なんですけども、はい、これが実は、あ、自分がオンラインのゲームでモブキャラなんですね。おー、まあ、モブキャラっていうのはロールプレイング RPG ゲームのこう村人だとか街人だとか、あるいは同じこと喋る人です。同じようなキャラですね。主役じゃない人ってことですね。そうなんです。はい、このモブキャラだって自分が気づいた男がゲームの設定をこう無視しちゃって、はい、こうヒーローになろうってするストーリー。あ、モブキャラがキスしたの。おー、なるほど、なるほど、なるほど、すごい視点ですよね。みんなが主人公なんだよって意味ですね。そういうこと。一般の人もみんな主人公なんだよみたいな。金一族でぜひ。金一族で見に行きますね。ぜひ並んで見させてもらっていただきたいです。ゲーム好きとしてはね。はい、超飽きました。あと、どんなあるあるがあるのかとか。いや、気になりますよね。知りたいですよね。そう、思いつくのありますか。まあ、大体同じ動きとか。ああ、そうですね。同じ動きしたりもあるし、多分
喋りかけたら同じこと喋るっていう何回喋るかまあまあまあそうですね大体そうですよねよくあるのはへえ舞台自体ゲームの世界なんですねなんかプレイヤー現実世界のプレイヤーもいたりしてはあ現実世界では本当にこのモブキャラがこう動き出すんでバグかなみたいなあの感じでこう騒ぎ出したりとか作ったゲーム会社とあのエンジニアさんとかそのあたりのストーリーもこう描かれてるようないやなんか今にすごくあった映画というかそうですねかなりリアリティのある泣く自信があります見終わった後に泣く自信があります結構泣くタイプですか結構泣くタイプですそしたらじゃあ金一族見に行って見に行ってそうです3人で泣くという涙の量どれぐらいって競える競うのそんぐらいそういう今日コメント撮りあそうですこのなんか一回この映画のお話をさせて、はい、そうですねお二人この映像を見ながらですねあの簡単なリアクションとかコメント撮影はい行わせていただきますので、はい、じゃあお時間になりましたらお呼びしますのであわかりましたはいあじゃあそんな感じで一旦ご休憩あはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいちょっと簡単でございますはいありがとうございました。失礼しました。すみません、よろしくお願いします。はい。映画の舞台はゲームの世界です。あ、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ああ、綺麗だった。コーヒーいかがですか。コーヒーいかがですか。はい、はい、はい。ありがとうございます。飲み物持ってくるんで、はい、これですはい、はい、ティッシュ入れますかあ、じゃあちょっと一発だけはいはいはい最近事務所来ますほとんど来ないですね、やっぱリモートとかですよねはいまあ来なくなりましたけどね、最近はそうですよね、やっぱりリモートが多いんでやっぱり綺麗になったしっかりやってくださってますね今日ちょうどあれですね、休みの日だからいいんじゃないですかねうん、おいしいですね、うん、今出かけて初めて情報知ったんですか今初めて知りましたマジでいい映画ですね僕一応チラッとは聞いてたんですけどあそのガイさんの服装ってことですかこれはみたいですねなんかあんまりよく分かってなかったんですけど多分結構シンプルなあそうなん、ね、主人公の服装ですよねこれ僕でもこういう格好普段しなくないですかしなあーそうですねしないからちょっとなんかはすごいなんか自分でも違和感が変わってくるんですけど、はい、で僕はやっぱビシッとネクタイで決めたいですけどねかっこいい金一族としてそれはそれ以上金一族としてやっぱ揃いのそろそろスーツとかちょっと素晴らしいなるほど金のスーツああーすいませんありがとうございますありがとうございますあ、嬉しい今日豪華っすね今日すごいっすねめちゃめちゃ映画あれ、やっぱり映画だからそっか映画なんだよ、待ってあれとかシロップはやっぱり入れる派なんだよシロップあの、もし一つ余りでしたらあ、じゃあ一つ3個も入れるんですか3つな入れすぎじゃない甘い方が嬉しいなえ、でも元々飲まなかったんですかコーヒーはそうですね。あでもあの家が実は実家が喫茶店なんで。喫茶店じゃないですか。うちの母親がずっと、はい、あの他の店で見たことないような高カロリーのココアを出してくれるんですよ。え？ココアにバターをでっかいやつボーンって浮いてるやつをうちの店出すんですけど。バター入りのココア。そうです。バター入りのココアを出してくれるんで。でも美味しそうですね。いいですよね。僕喫茶店好きなんですよ。あ本当ですか。喫茶店のナポリタンってうまいじゃないですか。超うまいですよ。あれだから、なんだろう結構あ、大丈夫ですあ、大丈夫ですこうこれ大サービスということなんですかあ、すいませんすいません
会計ですからね、会計で。待ち時間が長いということなんでしょうか。あ、なるほど。ちょっとわかんないんですけど。いやでも普段あれですか、映画とか結構見ますよね。見ます。あのそれこそさっき言われたペットプールは僕見ました。あのお仕事させていただいた。え、あ、そうなんですか。とかってで、ペットプールのやつ着てマッチョに見える胸筋ペットのやつ着てあれはもうすごい話題になりましたからね。でも主役の人は今回同じ。あ、え、だってずっとペットプールって出てこないんでしょ。出てこないと思いますね。あ、出てこないんでしたっけ。中の人なんだ。大丈夫です。すいません。あの、飲めないので。大丈夫です。あ、すいません。いや、ちょっと。ちょっとじゃあ、あげるとこれ飲んでもらえます。いやいや、寝れないですって、正直。僕もこんなにさすがにちょっと、寝れない。最近飲みすぎなんで、ちょっと。いや、こんな飲んだ僕、寝れなくなりますって、今日。今日徹夜ですよ、こんなの飲んだら。いや、徹夜でじゃあ編集でもちょっと。いやいやいや、ないですよ、こんなの。努力もできないし、そんな。いや、シロップもありますって。いや、シロップは嬉しいですよ。シロップは全部入れて嬉しいです。はい、もう全部これ使っていただいて。いや、寝られないですって。今も、こんな飲んだら見るのもどうですけど。僕、牛乳飲みすぎる。最近控えてるんで、はい。あ、そうなんですね。あの飲みすぎて、前、あの、ちょっと体調がね。適度な量が大事。コーヒーは飲みすぎ注意ですね。だとしても僕の水分量出してないですよ人体の。あとでトイレ行く雨になるんですけど、はい、あ、もう、はい、わかりました。ちょっとめちゃめちゃ話してますけど、ね、大丈夫。ちょっともったいないけど変えました。はい、じゃあこれ2杯。はい、あとでもあと、はい、これは返して、はい、道分からんようになってもうてん。道分からんようになってもうてん。戸締まりよし、戸締まりよし。この映画泣きましたとか。はいはい、こっちで。道分からんようになってもうてん。道が分からない。道が分からんようになってもうてん。分かるようにですか。分かるんだったら道が分からないんですかね。道が分からんようになってもうてん。でも到着してますよ、ここ。もう建物ないですもんね。え、どこ行くんですか。道が分からんようになってもうてん。どこ行くんですか。北海道だよ。地図おかしいですよ。地図おかしいです。北海道の地図ですよ。道が分からんようになってもうてん。地元じゃないですか。いや、そうですけど、え、海を取らなきゃいけないんで。道が分からんようになってもうて。北海道なんで、あの飛行機を取っていただいた方がいいかもしれないです。飛行機で行けます。あの地元、道が分からんようになってもうて。いや、飛行機でまず行った方がいいですね。そうですね。道が分からんようになってもうて。なんで関西弁なんですか。まあ、行きますかね。道が分からんようになってもうて。言った方がいいんじゃないですかね。いや、危ない人ですよね。ちょっと危ない人ですね。ちょっとやろう。戸締まりよし。え、戸締まりよし。え、いました。いました、こんな人。警備員ですかね。警備員さんいましたっけ、こんな人。いや、新しく。戸締まりよし、戸締まりよし。何も見えてないですよ、肩ぶつかっています。戸締まりも何も。まあまあ、でもまあ戸締まり確認なんじゃないですか。戸締まりよし。わかんないじゃないですか、外から戸締まりって。戸締まりよし。新人なんじゃないですか。新人、何も見えてないですよ。新人の方ですか。え、なんで肩当たんの、あれ。戸締まりよし、戸締まりよし。ちょっと待って、これを見てる僕らもおかしいですけど。言った方がいいですって。え、やばいですね、やっぱ土曜日。バディさんに土曜日やばいっすね。土曜日やばいっすね。土曜日ちょっと、うん、やばい。やばいレベルじゃないですよ。土曜日、うん、やばい。そのレベルじゃないですって、正金さん。あとで電話した方がいいですね。ああ、ここですね。
こで撮るんですか。はいはいはい、まあ、ここで撮るということです。すごい、最近セキュリティ甘いんじゃないですか、ね、この方してもレベル違う2人でしたまあまあコメント撮りを交互に言いますか。まあでも特に決まってないんで、まあどうするかって感じで掛け合い。モブキャラがとか言っていいんですよね。モブキャラは言ってんじゃないですか、ね、モブキャラが主人公の映画。あ、言い方がやっぱうまいですね。いや、うまくないですよ。僕全然コメントうまくないですよ。いや、うまいですよ。今言い方がうまかったですよ。モブキャラが主人公の映画、誰もが人生ではモブキャラですよね。僕語りかけます。なるほど、語りかけて答え、それがフリーガイフリーガイ、みんな見てね。あ、いいっすね。ちょっと短いっすか、ちょっと短いっすか。僕は泣きましたみたいな最後。いや、えっと、やばっ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 、終わった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 、やばい、やばい、やばい、セイキンさん、ちょっとちょっと土曜日やばいです。いや、土曜日やばさじゃないでしょ。やばい、やばい、やばい、顎から音声出ないって。えやばっ、逃げないと。映画なんでマイク近く飛んだり。いやいや、違う違う、おでこから音声出ないって。俺あのもっと多分おでこから出ない、いいかもしれないですね。あのデカキンさん、もっとズームとか、ズームとかじゃない。なんでそんな冷静なんですか。全員やばい、全員やばい。 PR ですから、やっぱり、まあ、PR じゃないでしょ。なんでね、なんすか、あの紐ずーっとわーってやる人。ケーブルが足りない。何の紐何で、わかんない動きしてる全員の動き。うわ、怖っ、終わった。はい、ということで、ドッキリ大成功。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 な、どれがドッキリだったんですか。これ、これが全部ドッキリでーす。え、どういうことですか。全部ドッキリ。気づきませんでした。最初打ち合わせしたじゃないですか、会議室で、はい、しました。あの方々もエキストラです。ええ本当の方じゃないですか。すいません。一つ目はですね、はい、映画の舞台はゲームの世界です。はい、めっちゃ覚えてます。めちゃめちゃあの若い方が、はい、何回も言ってましたよね。あー、なるほど。もう、みんなと喋ってるんで、僕、はい、あの人だけ言ってるって感覚はなかったんですけど、おー、ずっと印象に残ってたんですよ、なんかゲームの世界っていうのが。ね、要は、あの方は、モブということになってる。モブキャラなんです。同じことしか喋らない。同じことしか喋らないんです。すっごい。すごい。次です。はい。コーヒーの方。はい。カフェの。ずっとコーヒーを持ってくるんです。置いて、モブだ。モブなんです。すごい。モブなんです。ちょっと待ってください、最高の案件のやり方してるじゃないですか全部モブでやったんすね。モブキャラです。はい。え、掃除してた方いましたよね。はい。同じ机だけをずっと拭いていましたよね。はい、もうなんか机削れてるんじゃないかと心配してたんですけどちょっともういいんじゃないかと。はい。つまりモブ、モブキャラなんですよあの人はもうああいう人生の幸せを見つけた人なのかなと思って。で、まあ3番目が関西弁の外国人、何を話しかけても道に迷っていると。つまりモブです。モブ、モブキャラ。そしてまあ同じく警備員の方も壁にぶつかるってあるじゃないですか。ちょっと引っかかったまま歩いちゃってるみたいなはいはいはい、はい、これゲームあるあるじゃないですか。なんで最後に特殊な2人のモブを、そうですね、段階を上げていこう、ゲームなんでレベルを上げていこうかみたいな。なるほどなるほど拍手ありがとうございます。すごいすごい。これはそして最後はスタッフが全員同じ顔という、まあ街の住人なんか同じような顔で作られたりとか。なるほどなるほど。村人みんな同じみたい。これもモブと動きも一緒でしたもん、コードそうでした、動きちょっと、はい、そこを見てとやるとか、はい、わあ、というドッキリでございました。ありがとうございましたはい、ということで今回の映画フリーガイなんですけれどもまあね、デカニさんまだフルでは見てませんからね。はい、まだ見てないんですけど。見てないからね、多分かなり気になってるとこなんじゃないか。いや、超気になりましたね僕がだって今その世界にいたみたいな感じですもんね。いや、だからまさにそれを表現したんですね、今回の動画は。なので、まあそういう意味ではもう個人的にはすごく面白かったです意外と気づかないんだなって気づかなかったですね。なんか、いや、もちろん地図では気づいてますからね、僕は。はい、はい、地図持ったおじさんでは怪しいだろうなと。はいということで、まあ今回の映画なんですけど、主人公がそのゲームのモブキャラということで、普通ゲームの主人公ってプレイヤーじゃないですか。はい。
それがモブキャラなんですよね。そのモブキャラに注目した映画、そのモブキャラの主人公のガイっていう名前なんですよ。だからもう名前がないんですよ、ガイなの。男って意味なんですよ。なるほど。朝起きるとこから始まるんですけど、はい、毎日金魚を見て、毎日同じ服を着て、毎日同じコーヒーを頼んで、銀行強盗が起きても普通みたいな、そういう事件が起きても驚かないんですよ。毎回そうだから、毎回そうだから、お、今日も来たなみたいな。一応まあ歩いてて突然殴られたりとか、殴られたりとかしてもそれも普通なんですか？普通です。なぜならばモブキャラなので、あのプレイヤーが来るんですよ、はい、プレイヤーが入ってくるんです、ログインしてゲームに。なるほどなるほど。でプレイヤーはサングラスをしてる。でバーンこう殴ってった、車に轢かれてバーンって飛んででも普通みたいな。轢かれた後はもちろん死んじゃうんですか？轢かれてバーン、そしたら次の日の朝、繰り返し繰り返し繰り返すループしてんだ。ループしますから、次の日の朝また金魚を見て。なるほど。っていうのがまあモブたちの生き方、本来であればそういうモブキャラなんですけど、ガイはその設定を無視して違うことをしていくんですよ。ゲームの中で勝手にそれが動いていっちゃうと本来は問題あるじゃないですか。バグですもんね。バグですよね結局。だからゲームで言ったら同じ動きしてなきゃいけないキャラが、あれなんか今日いないんだけどみたいな、それ結構やばいことなんですけど、まあそういうことが起きて、ガイがどん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 行動を起こしていって、もう本当ヒーローぐらいヒーローになっていくんですよね。ゲームの、あ、映画なんだって思われちゃうかもしれないんですけど、現実世界も描かれていて、まあ、世界中の人たちが同じゲームをこうやって、そういう人がいっぱいいるシーンが描かれてたりとか、モブが俺動いたぞみたいな、おかしいだろみたいな、リアルもあるんですね。リアルがあるんですよ。そういうところが描かれてるのが僕すごいなと思いましたし、なんか本当にドラマティックな恋愛要素もまあ結構入ってまして。じゃあガイガですか？ガイガ恋愛、ガイガ恋愛、まああんまり言っちゃうとあれなんですけど、女性とガイがこう一緒にキスをしたりとか、はい、思うんですけど、まあその女性を操ってるプレイヤーが現実世界にいて、はい、その女性もガイに恋をしてしまう。まあでもこの先がもっと最後もっと大どんでん返しだよ。もうすごいんです。これ将来なんか今僕共感できる映画なのかなだけで終わってたんですけど、はいはいはい、下手したら未来こんな世界になるかもしれないですね。でもそうなんですよ。なんか平凡な毎日って思わずにちょっとそっちょこう小さいことでも変えてって、変えてってみるともしかしたらすごいことが起きるかもしれないっていう勇気をもらえる、まあそんな映画だと思います。すごい話が長くなっちゃった。いやいやすごい熱量がすごくていや僕見て本当にすごかったんです。すごいっすね。なかなかこれを伝えるのはね、まあ、難しいんですけど、でもだからぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思います。はい、ということで映画フリーガイ8月13日から公開です。ぜひ皆さんもご覧ください。ご覧ください。それではありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. Bye. どれだけ長い道の